こんにちは、ポギーです。ハイプビーストジャパンの阿部です。本日は我々もいつもお世話になっているベルベル人さんが25周年を迎えられたということで、ちょっと一足早く、お伺いさせていただきました。まさにインバイトオンリーな回ですね、本当に。実は自分この通りにすごい思い入れがあって、あそこに今コンビニエンスストアがあるんですけど、あそこで20年前ぐらいですかね、僕働いてたんですよ。変わってしまったお店もあれば、こうやって25年ここで頑張ってるっていうのは本当にすごいなと思いますし、その歴史的な瞬間を、ちょっと行きますか。はい、はい、ベルベル人ディレクターの藤原豊くんです。よろしくお願いします。藤原です。お願いします。25周年、いよいよです。はい、正確にはいつで25周年か。ですね、1998年の3月1日が一応オープン日になります。はい、25周年はがっちりやりたいということで、まあちょっと数年前といったらなんですけど、ちょこちょことヴィンテージを集め、今回25周年で大放出。90年代のファッションの流れもありますし、リバースリーブ自体がもう皆さん知ってる通り大人気だと思うんですけど、ちょっと今回王道のところ、やはりこの染み込みのプリントだったりとか、ここ今軽く4枚あるんですけど、上3枚はいわゆる叩きタグと言われてる年代ですね。すごい状態も、はい、状態もかなり、プリントがやはりこの、水色の染み込みっていうのは、はい、ノースカロライナって言えばってこの色っていう、確かに、はい、ノースカロライナブルーです。ブルーですね。ジョーダン様、90年代やっぱりリバースリーブ結構このアームが大きいのがファッション的にも、すごくかっこいいっていうのはもちろん分かるんですけど、やっぱりこの辺の60年代70年代あたりは結構アームが、いわゆるちょっとヴィンテージスウェット寄りな形で、はい、逆にジージャンの下なんかに着るのも、逆にこっちとかの方が、はい、着やすかったりとかっていうのはありますね。お客様からすごく要望があるのは後付けパーカー、基本的に1950年代以前のものになるんですけれども、リバースイーブの後付けパーカー、一番手前がそうですね。しかもこれバックプリント、そうなんです、レアです。僕結構自分もバックプリントものをちょっと集めてたりするんですけど、やっぱりこう後付けパーカーでバックプリントってなるともう一つちょっとスペシャル度が少し増すかなって言いますか、はい。こちらの叩きタグは真ん中に書いてると思うんですけど、サイズ表記は右上に書かれているのがいわゆる叩きタグの一番初期です。あ、はい、そうだね。なので後付けパーカーは基本的にサイズが右上に書いてあるっていうのは、染み込みの段数が何段だったら高いとか、はい、こういうラウンドのこれも染み込み4段っていう言い方になったりとか、やっぱり緑の染み込みプリントっていうのもやっぱり少ないですかね。最近はやはりこう皆さんダボっと着る、はい、サイズ感っていうのが流行ってもいますし、なおさらヴィンテージって大きいのが少ないので、小木さんに僕バッチリじゃないかなっていうような。こういう色あせたの大好きです。はい、そうですね。僕ももう大好きで、色あせてくると、いや、この風合いはやっぱり赤独特だなっていう、はい。これも XL ボディ、これはチャンピオンのボディではないんですけれども、後付けパーカー自分も2枚3枚所有してるんですけど、後付けパーカーのちょっといいところって、自分もネックレスちょっとつけるの好きなんで、後付けパーカーだとちょうどここの首の位置にネックレス出せるんですよね。今回後付けパーカーだけでも約20枚ぐらい、はい、がっつり貯めてるので、リーバイスの、ジージャンファースト、いわゆるティーバックっていう、ちょっと僕はネーミングつけさせてもらっちゃったかもしれないですけど、今回僕25周年でどれだけ集められるかなっていう、はい、ちょっと目標10枚っていうふうに勝手に提示してたんですけど、今のところちょっと8枚は頑張って集めたんですけど、セカンドのティーバックっていうのは存在します。サイズ52以上ですっていうふうに、この本にも載せさせていただいたんですけど、セカンドのもうワンウォッシュの状態ですね。はい、ちょっとここ焼けが若干あるんですけど、レザーパッチ残ってて、ここによく見ていただくと52ともう読めるんですね。読めますね。はい、なので自分この本には52以上だと思いますっていうふうに書いたんですけど、もう実際これが証明された、このじいちゃんの方に本当はこれが出てなきゃダメなじいちゃんだったなっていう横幅はドンと。まだこうボタン閉めるの硬いですよね。確かに、はい、すごい、うわやっぱり、
セカンドのティーバッグが、はい、こんな感じです。まあ、日本にセカンドのティーバッグが4着かなっていうふうに言ったんですけど、5着目が出てきてしまったっていうGジャンの本を、まあ、制作させていただいた際に、やはりこういろんなGジャンを見させていただいた中で、やはり本当にこれはすごいレアだなっていうものが何枚か出てきたんですけど、あのこのセカンドで通常5個ボタンなんですけど、セカンドの6個ボタンが出てきたりとか、それは多分僕ももうこの本に一応掲載させていただいたんですけど、それしか見たことがない。あともう1着サードの558というロングバージョンが存在するんですけど、557が通常のサードで、ロングバージョン558で、558、まあ、サードになるとボタンが6個になるんですけれども、幻の7個ボタンっていうのはちょうどなんで66年頃のものかなというので、実際この本にも掲載させていただいているもので、まあ、通常1、2、3、4、5、6、7個、まあ、なぜリーバイスがボタン7個つけたのか、もしくはイレギュラーなのか、もちろん判明はできてないんですけれども、パッチはちょっと割れてますけれども、もう完全にロング丈なので558というサードのタイプですね。え、小木さんのお好きな、マジこれカーハート今回黄緑といいますか、コットンツイルの一番トップは打ち込みのボタンなんですけれども、うん、その次からチェンジボタンタイプの、はい、あれがついてます。で、全てもうカーハートのハートボタンのチェンジになってますので、30年代からいっても40頭だと思うんですけれども、うん、あとサイズがまた38ぐらいなサイズ感で、うん、コンディションも本当ワンウォッシュぐらいの程度なので、こちらも今回スペシャルかなと、はい、カバーオールだけでも多分30着ぐらい、まあ、しかも結構なクオリティのものを用意できてるので、すごい、はい、カバーオールって大きいサイズだとちょっと大きすぎちゃうと、なんかちょっと着こなしが結構難しい、はい、難しいですよね。やっぱこれぐらいのサイズって、はい、なかなか出てこないですね。そうですね、ちょっとリバースの上からだと、ね、ちょっとちっちゃいかも、はい、締めなんだ。でも阿部さんでしたら T シャツ1枚とかだったらジャストサイズだと思いますね、はい、あの肩のサイズ、着丈ももう本当にいいサイズだと思うので、阿部さんバッチリです。バッチリですか、めっちゃ高いと思うちょっと小木さんの影響でカーハットのやつが少し、いやいやいや、ただもう本当にカバーオールもそうですけど、スペシャル系は出てこないですね。今年、まあ、ジーンズができて150周年、確かに、はい、でリーバイス501として、まあ、リーバイスの方も、まあ、その150周年というイベントをで、うちも25周年って、なんかこうちょっと僕の中で勝手にリンクさせてるんですけど、うん、まあ、その点を今回の 501XX 含めて相当な量を集めたので、いわゆる1954年、はい、頃のレザーパッチのデッドストック、こちらもちょっと袋に入れちゃってますけど、34-32というすげえ、はい、ゴールデンサイズ本当にデッドストックが本当出てこなくなってしまって、一番人気かもしれません。この対戦モデル、本当にこれもまだ真っ向の状態で、アーキュエイトが通常ペンキがっていうんですけど、これもともとペンキが多分ついてない、ペンキなしっていうのも存在するので、うん、はい、もういい色落ちそう。そうですねこの対戦の生地感真っ黒なので、うん、やっぱそれ以前のもの、1937年モデル、はい、これももう真っ黒の状態で、すごい、はい、レザーパッチ表記が、3633表記で、ちょうど知人で今34-31ぐらいですね。もう本当にゴールデンサイズ、あとはもうそのもう一発前の22年モデルなんかも揃えてます。 501XX を代表する、まあこの年代からベルトループが初めてついたって言われる年代ですけど、どちらも色合いはすごく綺麗です。はい、これが出ればなってずっと思っていたら、一本だけこれも対戦モデルの、しかももう色落ちも綺麗なんですけど、ポケットのすれき、はい、見えない部分なので、まあこういった別の生地を使う、これはもういわゆる対戦ならではですね。グリーンポケットっていう言い方で、実寸でこちらが35-31、レング30、ポケットの色が変わるだけでちょっとお値段も変わってしまったりとか。ちなみにまだまだあります。マジ、はい、37年、あと対戦モデルもジーンズだけで今回多分 7,8
ポン、はい、あとはダブル X レザーパッチから、まあ、ビッグイあたりのデッドも今回は一応ちょっと25周年に出そうかなと思ってますので、まあ、501っていうだけでもかなりの数はあるのかなと。全体で何点ぐらい？今回あの一応23日あの祝日なんですけどと、25日6日の3日間でちょっと販売させていただく予定で、もう1回ベルベル人の通常1回を全部商品を、はい、もう入れ替えて、まあ、もう今出てる商品を全部もうしまって、もう25周年だけに貯めた商品だけで1回を全部埋め尽くそうかなと思ってますので、かなりの物量が、はい、それだけこうヴィンテージ全体が盛り上がってるっていうのはもう自分でも肌で感じますし、なんかその25年前とこの今とか比較して、はい、なんかこう変化とかって、うん、もうちょうど98年うちがオープンで、自分が働き出して、まあ、僕はその1年後に入社したんですけど、やはりちょうどヴィンテージブームって言われてたのが95年6年7年で、8年頃にちょっとやっぱ落ち着き出したっていう風なのは僕も当時肌で感じてたんですけど、まあ、その頃例えば、うちは今同じ会社ですけどフェイクアルファというあのお店もあのちょうどうちが16年前に、17年前かな今あのうちと一緒になったんですけど、昔の値段っていうのを僕もデッドストックの価格とかを全部ちょっと値札についてたんですね。それ記憶してたんですけど、その当時の値段のより今倍になってます。はい、まあ、リアルにちょっと肌で感じるのはこの5年ぐらいで、やっぱヴィンテージの相場もちょっと一気に上がった感じはありますね。もうジーンズ問わずリバースイーブとかもそうですし、カバーオールもやっぱりまたちょっとないものはどん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 っていう価格で、数がでも少なくなる一方だから、一方ですね、はい、上がる一方ですよね。そうなんですよね昔は日本の中でこう回ってたけど、はい、今海外の方も海外の方もそうですね、いらっしゃいますね。もう本当に世界的な、まあ、ちょっと流れにはなってきたのか、なってきたのかなと思います。コーディネートに、ね、やっぱりこうヴィンテージ物を入れると、はい、なんかこう深みが増すですね。そうですね、はい、T シャツなんかもすごいじゃないですか、価格見てても自分もやっぱりちょっとこう3万9800円ぐらいの T シャツって印象がもう今19万8000とか、物によっては50万超えたりとか、あの感覚って意外と若い子の方が持ってたりとか、 T シャツから入って、でもこの T シャツにちょっとやっぱいいジーパン履きたいんですよねって、ちょっと前に25歳の男の子は来て、ここで地下で1時間ぐらいこういろいろ話して接客して、やっぱりあの50万ぐらいのジーパン WX 履いて、まあサイズがバッチリだったので、あの買いますとかっていう若い子もあいるなっていうのを、はい、感じたり、なんでまあこういい意味でこう古着全体がブーム的に盛り上がってくれてる上では、まあ、こういった少しずつでもヴィンテージに興味持つ若い子もあの増えてきてるのかなっていうのは、なんか僕も自分も昔そういう感じな気持ちで、はい、もうご飯も食べずに一生懸命ヴィンテージ買ってた時と、はい、なんか思い出すような感じが、はい、本当にいいもの見させてもらって、ありがとうございます。あとね、おめでとうって、はい、本当に25周年たくさんのお客様が来ていただくことだけを願って、あの多分3日間フルで僕は喋り続けてる